トゥーエイフルフォンテーンは、ナミビアのクネネ州に残る2000点以上の岩石千画群からなる遺跡である。2007年にナミビアでは、初となるユネスコの世界遺産に登録された。トゥーエイフルフォンテーンの千画群は、西暦千年までの2000年ほどの間に作り上げられたものである。そこに描かれているのは、サイ、ゾウ、タチョウ、キリンなどで、人や、 動物の足跡も刻まれている。こうした線画は、この地方で、狩猟採集生活を営んでいた人々が、宗教上の儀礼の一環として描いたものと、考えられている。中には、有名なライオンマンのように人が、動物に変身する様を描いたものもある。考古学者たちは、トゥーイーフルフォン庭園の二つの場所で、石の加工品、ペンダント、ビーズなどを含む遺物を発掘している。 また、一帯には6カ所のロックシェルターがあり、赤いウォーカーで描いた彩色画も見つかっている。西暦1000年頃に戦国画が途絶えてしまったのは、その頃にはこの地に牧畜民が移り住むようになったためと考えられている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。とは、吸着音を表す国際音声記号。 ありがとうございます。